早い、4曲目ですね。早い、4曲目ですね。鳥みたいでしょ、私の後をそのまま読んでね。すいません。仲良しなんです。全然知らん人ですけど。次はちょっとカバーをしようかなと思います。多分30代以上の人やったらみんな知っちゅうと思うんですけど、久保田利伸のミッシンですけど、知ってますよね。30歳以上の方どれぐらいおるか分かりませんけど。有名な曲なので、若い方も皆さん知ってるとは思うんですが、私が久保田さんのファンで、それをこうテレビでねジュジュと歌ってるのを見て、これはいつか誰かとやりたいと思った時のこの主催 の、 小笠原健一の、あ、呼び捨て見せしまった健一さんの、主催のイベントがあったので絶対歌おうと決めてた曲です。あ、放送事故になりますね。すみません。何か、あ、僕ですか。やっぱりこの曲をやるとなって、なんていうか、そのジュジュってなんかすごく言いづらい、言いにくくないですけど。ジュジュ、行きましょうか。行きましょうか。では聞いてください、ミッシン。ときめく